ビン・職は、韓国朝鮮王朝と、日本統治時代の朝鮮の官僚、ジャーナリスト、社会活動家である。1910年日韓併合条約の後、新日主義を呼び、日本の国の法律を守る合法活動内での自治権と賛成権を主張した。高想の純根後期非元氏の老いむこ。豪は、聖、より、乱国、反あ 守るなに。軽気道、陽平羅軍の出身である。彼は、元の貧英春の息子で、遠い親戚である貧英有の養子になっていった。1904年、高僧の純婚高期妃の兄元春元の娘元、綾徳と結婚した。1905年大韓帝国刑務長総順なったが、1年ぶりに辞職した。1906年以来、伊藤博文、 長谷川義道などの講演で高速昇進した。1906年7月大官邸国内務部初期に任命されたが同月タクシ部主事に昇進した。8月伊藤博文の指導の下で内務部の衛生課長に抜擢され9月に内務部3、所管に昇進した。1907年3月には六品、将くと4月に 生産な通世大部に昇進し、内務部衛生局長健康裁委員長、4月22日に本区内府停提出会計審査員となった。1910年1月1日時事新聞を、創刊した。1910年10月、朝鮮総督府中枢委員副参議となって、韓日併合条約直後彼はから賛成権、自治権を要求する行為をした。 1911年7月に、軽機動用地群衆。1914年3月に、軽機動異存群衆。1915年から1917年7月までの、県職軽機動地方土地調査委員会臨時委員に、移植され、1917年9月かや群衆として、赴任した。1919年の3.1運動に反対、批判し、毎日信報などに、 これを批判する記事を連載した。1919年11月朝鮮、総督府中数院副参議に転職した。彼は3.1運動の暴力性を批判し、日本帝国の法律内での合法的な自治権、獲得、参政権獲得運動を主張した。1919年からは、彼は、日本の衆議院、貴族院などに、 朝鮮人参政権を何度も請願し、1920年7月と11月、1921年1月から2月に、日本東京を訪問し、日本の衆議院、貴族院、日本国内の知識人たちを相手に、朝鮮人参政権に同意し、彼は書家であり、画家でも竹、欄家、梅絵などをよく描いた。1921年2月16日、東京にある、 帝国ホテルに滞在中、木工に偽装して訪れた料金館の件に腹部の額を刺されて東京帝国大学病院に運ばれたが2月17日に出血型で死亡した。料金館は、貧源職の朝鮮人参政権、自治権を許可主張を朝鮮人分離独立運動の妨害する行為として見て襲撃したと言われている。 ありがとうございます。